姉妹です。モコです。最後におすすめ作品の紹介もあるので、ぜひ全部見てね。それではスタート。こんにちは、ビレックス JP のモコです。ピーチです。モモです。はい、今日は、夏なので怖い話をしましょうの回です。イエーイ。なんか実体験みたいなのある？急に本題ですね。なんかそんな感じでいいかな。実体験は、ありますよ。なんかそんなにたくさんはないですけど、うん、大学生の時京都に住んでたんですけど、よく金縛りにあってました。よくっていうか、ほんの数回で一回本当にひどい金縛りにあった時は、うん、なんか自分が寝ててなんか金縛りにあった夢を見てたのか、でもなんか目はパッチリ部屋を見てた記憶があるんですよ、うんうんうん、っていう。あ、だからなんか見たとかっていうわけじゃなくて本当に動かなかったの？本当に動かなくて、でその時は本当に怖かったのが、なんか人の叫び声でも、それがなんか本当に体験したのか夢なのか怪しくって、自分の体が動かない状態でなんか歪んだ叫び声みたいな、うわーみたいなのが、こっち側が多分部屋で、こっち側から聞こえ始めて、で見ようとするけど見えなくて、でこうやって目だけ動かした時になんか人の影が見えてる感じでも、なんか本当に体動かなくて、そのまま怖くてなんかじっとしてて、次気づいた時には起きてたんですよ。だから夢かもしれなくて、ただただ、はいはい、でもはっきり本当に自分の部屋で、うんうんうん、なんか怖かった記憶があります。はい、まあ、私が高校生の時の話なんだけど、女の子の霊がいるんだって、しかもこの教室なんだってみたいな。でそれが高校1年生の時なんだけど、初めての高校の文化祭で、はい、うちのクラスはお化け屋敷をやるってなったのよ。すげえ嫌だったんだけど、はい、で、まあ、別にそこまで良かったんだけど、なんか準備中に、まあ、具合悪くなるのがマジで何人もいたの。過呼吸になる人が、うん、ほんと3人ぐらい急に出ちゃって、担任の先生とかも、なんか知らないけど、そこ起こるタイミングですかみたいな感じで、もうガキガキに警戒をするっていう不思議な出来事が立て続いて、あとなんか化粧全然しなかったから、急にバクバクのメイクしてくれるとか、マジみんな人が変わっちゃうみたいな感じ。で、一人過呼吸を起こした子は、やっぱりリオ、私ちょっと見た気がしなくもないみたいな話をしてくるっていうね、マジでそれがすっごい不思議で、もしかしたらそういう体験だったのかなっていう話。本当怖くないですけど、私がこう実家暮らししてる時に、実家でちょうど眠るぐらい、眠る時ってなんか結構面白いこと考えるじゃない。眠るときに面白いこと、今日あったら面白かったこととか、この話しようみたいな明日、はいはいはい、っていうのを考えてて、めっちゃ面白い話が一個あったんですよ、うん、その寝る直前に。でめっちゃ、あ、この話はめっちゃ面白いみたいな、明日みんなにしようと思ってパッと見上げたら、隣におじさんがいて、わからないですよ、その展開は。みたいな。全然ね、まあ知らない人が入ってくるような家じゃないですし、うん、なんかずっとこっち見てて、で面白かったこと忘れちゃったんですよ。あ、びっくりして、おじさんにびっくりしすぎて、うん、ですごいなんかイライラしちゃって、すごい面白いこと考えたのに、おじさんと目合ったせいで忘れちゃったじゃんみたいな。めっちゃイライラしながらおじさんの方に行ったら、そのまま消えて、で私も寝て朝になったっていう。何なんですかね、夢だったんですか、ね、消えちゃったんだもんね。消えちゃいましたね。消えちゃったってことはいないやつだよね、本当に。そうですよね。
私見えたことは一度もないですけど、うん、なんか場所で気がなんか重くなったりとかっていうのすごい敏感で、あ、はい、その体質の方でもなんかなんて言うんですか、その霊感があるとかっていうレベルじゃないです、うん、ただどんな感じみたいな。そうですね、その京都から社会人になって東京に出てきた時、最初に住んでた部屋が本当に良くなかったみたいで、まあ、仕事が辛いとかもあったとは思うんですけど、帰り道は平気なのに部屋に帰ってきた途端なんか怖いし、なんか下手すると涙出てくる時とかもあったりで、なんかもう一人で寝れなくて、なんか友達とかに電話したりとか、部屋の電気全部つけて寝てました、その時は。でもなんか変なことが起きるとかじゃなくて、本当になんか気味が悪くて、建物もすごい新品なんですよ、2年とかしか経ってないんですけど、なんでかわかんないけどずっと何かが怖いみたいな状態で、すぐ引っ越しました。引っ越してから本当になんか何も起きなくなって、自分のその精神的なところに、だからなんか場所が悪かったのかもっていうのを本当に感じました。夏なんで皆さんホラー映画をたくさん見てください。そして教えてください。はい、そしてあの面白いホラー映画ぜひ教えてください。皆さん夏です。怖い話しましたがいかがでしたでしょうか。今回ご紹介する作品はタンスというホラー映画です。このタンスという作品は韓国で昔から語られている古典怪談の双花紅蓮殿という話が元になっています。再婚した親とあの娘との間で起こる確執、そういうものを描いているホラー映画なんですけれど、結構最初平和な感じで始まるんですよ。姉妹がそのお父さんと一緒にあるお家に引っ越しをしてきて、でその近くにある湖で2人でなんかゆったりしてるシーンとかあるんですけど、これホラーなのかなみたいな、めっちゃこれから平和な日々始まるみたいな感じなんですけど、だんだんとおかしなことになっていきます。なんか韓国のその2000年代に作られたホラー映画って、なんかもちろんホラーにすごい寄ってるものもあれば、このタンスみたいに衣装とかなんかこうセットとかすごい凝っていて、ちょっとツヤがある上品な雰囲気があるんですよ。そこを見るのが結構面白かったなっていう記憶があって、なのでなんかこうわーって驚かされるシーンももちろんあるんですけど、そのシーンごとにうわ何これっていうすごい綺麗なショットが出てきたりして、すごいハッとさせられるような場面があります。パッケージはすごい怖いんですけどね、結構なんか白地のワンピースに血まみれの女の子が2人並んでるみたいな。いっぱいホラーを見た中で、じゃあホラー映画紹介してくださいって言われた時に、なんかこう自分の中であれだったら紹介したいなって思える、こうポンって頭に浮かんでくるホラー映画って結構なんかある意味存在感が大きいっていうか、この映画はだから結構その怖かった怖くないとか別として、なんかそういう衣装とか 色味が結構綺麗なんですよ。そういうところですごいあの楽しかったなっていう、楽しんで見るもんじゃないんですけど、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今回のおすすめ作品はこちらです。フィレックス JP のサイトで配信されているので、ぜひチェックしてみてください。それではバイバイ。